こんなもの正義とは言えません。拷問までしてめちゃくちゃですよ。しかもヤクザから賄賂までもらって。栗原東署の日岡いうもんだ。口答えショーンは全員豚箱叩き込んじゃる。わしゃの戦争しよう思うちゃるんじゃ。踊れや外野を黙って見とりゃええんじゃ。息の根止めるチャンスよ。待って！わしはこのおっさんを親じゃ思うたことはないで。オダニーはブチ回してやりますか。襲撃の準備せ。ヒヨカさんにはくれぐれもよろしゅう伝えてくれ言うちょったわ。野良犬が迷い込んでギャーコラ泣いとるだけじゃなの。出囃子わしゃほんまの兄ちゃんじゃ思うてヒーさんそんなアホしょないじゃん。近田光太言います。かおりちゃんオレンジジュース。はいはい。わしゃほんま親父のために。わしヒーさんは正しいことしちょろ。ここらじゃ見かけんね。お仕事また賃貸に仕事さすん。いつになったらあの子はチンピラから足を洗うんよ。アホ、一歩でも足踏み入れたら許さんよ。日本に狼はおらんのよの。狼は凶暴になりすぎて天に負えんようになったけ、人間様が根絶やしにしてしもうたんじゃ。強なりすぎるも考えもんじゃの。誰かがおらんようになったら誰かが代わりをせにゃいけん。目的のためには手段を選ばない刑事。口答えショーンは全員豚箱叩き込んじゃる。えな！そこに立ちはだかる圧倒的悪。必ずそのデカ見つけ出して地獄見せちゃる。ありゃまた無所に戻りたいんかい。あんたもあんたの家族も全員血祭りにあげちゃる。戦争しよう思っちゃるんじゃ。襲撃の準備せ。バカいなけどどの話にしとったらいけ。治安守ってんのはてめえだけじゃねえんだよタコ。ぶち壊しがや。この人でなせ。守るために戦い抜け。何もかもぶっ壊りゃいいんじゃ。五郎の血レベル2。何もかもぶっ壊りゃいいんじゃ。燃やせや。わしは必ずその出番見つけ出して地獄見せちゃるけ。息の根止めるチャンスよ。江戸男が戻れる。あいつも汚いのは大変じゃありゃ。